こんにちは、たまごもです。今日も看護学生生活を難易度を下げる情報を発信します。今日は多くの方がお待ちかねの肺がんについて解説します。具体的にはこういった内容を解説します。いずれも国家試験に結構問われています。がんの組織型、そしてがんの症状が起こるメカニズム、ちなみにここはですね、112回国家試験にも出ています。そしてたびたびよく出る気管支鏡検査と胸腔ドレナージや術後合併症です。どれもよう出るのでしっかり押さえておきましょう。このチャンネルでは主に看護学生や看護師国家試験を受ける受験生のために役立つ情報を発信しています。動画がいいと思ったらチャンネル登録お願いします。そしてもっとたばえもん応援してあげんでって思った方は、よかったらスーパーサンクスお願いします。よければで大丈夫です。それでは本編スタートです。肺がんについて解説するんですけども、厳密には原発性の肺腫瘍のうちのがんについて解説します。って言っても意味わかんないですね。肺がんは大きい括りで言うと肺の腫瘍です。肺の腫瘍にはどこかの臓器から転移してきた腫瘍と最初から肺にできた腫瘍があります。そして肺にできた腫瘍には悪性と良性があります。その悪性の中でも上皮組織にできているのか、それとも筋組織など上皮組織以外にできているのかによっても変わってきます。そして上皮組織にできた悪性腫瘍ががんなんです。ってことは肺にできた上皮性の悪性腫瘍が肺がんなんです。ここからは具体的にそれぞれ解説していきます。まずは各組織型の特徴を見ていきましょう。肺がんの組織型、小細胞がんと小細胞がん以外の非小細胞がんに分かれます。そして非小細胞がんには扁平上皮がん、腺がん、大細胞がんがあります。まあ大細胞がんはあんまり国家試験取り上げられないんですけども、小細胞肺がん、扁平上皮がん、腺がん、それぞれの特徴、国家試験に結構問われています。それぞれの特徴こんな感じです。赤字や青字にしているところは実際に国家試験に問われています。ですが皆さん、暗記しないでください。なるべく暗記しないようにしてください。ということでポイントはここなんです。後発部位ですね。ここが分かれば喫煙との関連とか初期症状、ここら辺も分かってきます。ということでまずは肺門部の説明です。肺門部は肺の入り口ら辺です。そんな肺門部に後発するがんが扁平上皮がんとか小細胞がんです。ここは暗記です。しっかり覚えておきましょう。続いて肺野部、これは肺の入り口以外の部分です。入り口以外は肺野部です。肺野部に後発するがんが腺がんとか大細胞がんです。特に腺がんは覚えてください。ここまでは暗記でした。そしてここからですね。肺門部、タバコの煙が入ってきやすいですね。ということで肺門部のがんは喫煙との関連が強いんです。そして男性の肺がんでは扁平上皮がんが多いです。腺がんと同じぐらい多いんですね。なぜなら男性は喫煙習慣者が多いからです。減ってはいるんですけども3割近くはいます。そして扁平上皮がんの腫瘍マーカーは SCC です。肺がんに関わらず扁平上皮がんの腫瘍マーカーは SCC なんです。続いて肺野部、ここはタバコの煙が入ってきにくいですね。ってことは肺野部のがんは喫煙との関連がそんなに強くないんです。関連はあるんですけども強くないっていう表現なんですね。そして女性に最も多いのが腺がんです。というのも女性は喫煙習慣者が少ないからです。ってことは扁平上皮がんとか小細胞がんがどうしても少なくなっていきます。すると相対的に腺がんが多くなるんです。そんな腺がんの腫瘍マーカーは CEA です。肺がんに限らず腺がんの腫瘍マーカーは CEA なんです。ここで肺がんの三大症状について紹介します。それが咳、痰、そして血の混じった血痰です。そしてこれもがんの組織型によって早期から出るものと出ないものがあるんです。
ですが、それも暗記しなくていいです。肺門部のがんは外に近いです。ってことは早期から症状が出やすいんです。ですが、肺野部のがんは入り口から遠いです。もっと言うなら外から遠いです。ということは早期は症状が出にくいんですね。ここまで男性が多いとか女性が多いとかいろいろ喋ってきました。まずはそれぞれの肺がんの組織型、全体像のイメージこんな感じです。こんな感じで腺がんはどちらも多いんですね。扁平上皮がんは男性が多いです。小細胞がん、大細胞がん、いずれも男性が多いんです。ここからわかること。まず男女の合計では腺がんが最も多いです。そして男性だけで見ると腺がんと扁平上皮がんが同じぐらい多いです。女性だけで見ると腺がんが最も多いです。そしてどの組織型でも男性の方が多いです。女性で最も多い組織型は腺がんなんですけども、それでも男性の方が人数としては多いんです。なぜならどの組織型においても喫煙が関係しています。扁平上皮がんや小細胞がんは特に喫煙との関連が強いです。男性は喫煙習慣者が多いからですね。ということでここからはブリンクマン指数です。これ必修で何回か問われています。たまに状況設定にもさりげなく出してきます。1日の平均本数×喫煙年数、これの合計がブリンクマン指数です。例えば1日20本吸っていて、それを30年吸っていたってなったらですね、 20×30 で600となります。このブリンクマン指数が400以上で肺がん危険群となります。600以上で肺がん高度危険群となります。400以上と600以上必ず覚えておきましょう。続いては症状の話です。肺がんの症状には早期の症状と進行した時の症状があります。早期の症状は先ほど紹介した咳、痰、そして血痰ですね。進行した症状としましては困難があります。ですが皆さん、暗記しないでください。なるべく暗記に頼らない、それが多倍門流の勉強法です。いずれもポイントがあります。共通しているポイント、それはがんによる圧迫なんです。肺腺部、厳密には肺の上の方ですね、ここのがんがですね、食道を圧迫してしまいます。食道の圧迫によって嚥下困難となります。続いて左性です。これは反回神経の障害で起こります。そもそも反回神経とか左性とかなんやねんって話ですね。解剖生理に戻ります。声に関係する部位として声帯というのがあります。今赤丸で示しているところです。この声帯はですね、拡大すると2つの声帯ひだっていうのがあるんですね。この声帯ひだの開閉で声を出しているんです。多分国家試験出ないとは思うんですけども、一応メカニズムは頭の片隅に入れといてください。声というのは音です。そして音は振動によって起こります。つまり声は振動によって起こるんです。では何の振動かって話ですね。声帯ひだの開閉で空気が喉頭に溜まって、そして開いたと同時に出ていきます。この空気が溜まって出ていく、空気が溜まって出ていく、これを繰り返すことで振動が起こります。これによって声が出るんですね。この振動が声になるんです。そしてこの声帯を支配している神経があります。それが反回神経です。必ず覚えておきましょう。食道がんとか咽頭がん、喉頭がん、甲状腺がんとかでも出てきますからね。反回神経はだいたい首ら辺を通っています。そして肺がんの浸潤によってこの反回神経を圧迫してしまう恐れがあります。するとどうなるか。反回神経の圧迫によって声帯が開閉しにくくなるんですね。空気がわずかにしか通れなくなるんです。すると声は出せるけどもかすれた声となってしまいます。この声が左性なんです。続いて顔面の浮腫、上肢の浮腫を見ていきましょう。これらは上大静脈の圧迫で起こります。
上大静脈。この静脈にはですね、頭部や上肢の静脈が流れます。そして心臓の右心房に流れます。厳密には頭部から流れてくる静脈は頸静脈と言います。頸静脈には外頸静脈と内頸静脈があって、それが左右2本ずつあります。肺がんの圧迫によって、まず上大静脈が鬱血、つまり渋滞します。すると血管が堵張します。さらに、上大静脈に流れてくる頸静脈も鬱血します。つまり渋滞するんです。この渋滞が連鎖して、上肢の静脈も渋滞、つまり鬱血します。すると血管にある水分が外に漏れて、顔面や上肢の浮腫を起こしてしまいます。続いては、縮瞳や眼瞼下垂です。これは、頸部、つまり首ら辺を通っている交感神経の圧迫で起こります。ということで、自律神経の話になります。交感神経というのは、緊張モードです。それに対して、副交感神経というのは、休息モードです。先ほど出てきた縮瞳、これは脳から分岐した副交感神経の作用です。具体的には動眼神経という脳神経の一つです。それに対して三動はというとですね、胸髄から分岐した交感神経の作用です。交感神経は脳から分岐していません。胸髄もしくは腰髄からしか分岐していないです。そして三動になっている交感神経、これは頸部を通っています。つまり首あたりを通っているんです。しかしですね、三動に関わる神経を癌が圧迫してしまいます。すると縮瞳が起こるんです。三動に関わる神経は頸部を通っていました。なので圧迫されると縮瞳が起こるわけですね。他にも頸部の交感神経の圧迫で眼瞼下垂が起こります。副交感神経優位になると休息モードと言いましたね。ってことはですよ、眠たい状態っていうのは副交感神経です。そして眼瞼下垂はイラストのようなまぶたがとろーんと落ちてきている状態です。他にも頸部の交感神経の圧迫で発汗の現象が起こります。交感神経が優位になると汗をかくんですけども、交感神経が圧迫されることで遮断されます。だから発汗が減少するんです。このように交感神経の障害で縮瞳などを起こした状態をホルネル症候群と言います。最後は上肢の疼痛などです。これは腕神経叢の圧迫で起こります。腕神経叢とはどこか。肩ら辺にある神経の集まり、これが腕神経叢です。腕神経叢は腕の運動などに関与します。そんな腕神経叢を癌が圧迫することで様々な症状が起こります。例えば、上肢のしびれ、上肢の疼痛、そして上肢の麻痺です。そして、今赤字印している症状。これらはですね、癌が肩ら辺を圧迫することによって起こる症状です。これらをまとめて、パンコースト症候群と言います。解説パート、前半戦終わりです。ボリュームめっちゃありましたね。一旦休憩しましょう。それでは解説パート後半に入ります。肺がんの検査について見ていきます。その前に肺がんを取り巻く背景について解説します。肺がんは悪性新生物での部位別の死因第1位です。男性では1位ですし、女性でも2位です。ってことで、健康増進法ではがん予防と早期発見に力を入れています。予防としては受動喫煙の防止などがあります。分煙の徹底とかですね。そして40歳以上を対象に市町村が肺がん検診を行います。肺がん検診の大まかな流れです。まず40歳以上の方に胸部 X 線検査、つまりレントゲンですを行って、そして問診も行います。その中で異常があった方は胸部 CT と気管支鏡検査を行います。そして気管支鏡検査で肺生検して診断します。なのでここからは気管支鏡検査の話です。
口や鼻から内視鏡を挿入して気道内を観察する検査、これが気管支鏡検査です。そして気道内を観察したときに癌などの病変部分があれば生検を行います。生検とは何か、これはですね、内視鏡などで病変部分を発見してその病変部分を採取します。そして顕微鏡でどんな病変かを検査します。これが生検です。また細胞を顕微鏡で観察した上で診断するのは細胞診です。なので生検とか細胞診、これは確定診断はどれかみたいな問題が出た時、大概選択肢にあれば正解です。気管支鏡検査を受けるとき、行外を取ってもらいます。そして内視鏡を挿入するとき、息を吸ってもらいます。息を止めないでください。吸ってもらうんです。もし息を止めてしまうと声帯が閉じてしまって気管支鏡が通らなくなるんですね。そんな気管支鏡検査の問題点があります。まず話せない、挿入時痛い、嘔吐の危険がある、そして気道損傷の危険があるです。一個ずつ見ていきましょう。気管支鏡を挿入しているときは声を出せません。なのでもし痛いって言っても訴えにくいです。ということで苦しいときは手を挙げるなど事前に合図を決めておく必要があります。また気管支鏡挿入時は痛い場合があります。ということで検査のちょっと前にリドカインという麻酔を吸入もしくは噴霧します。検査後も2時間ほどは麻酔が効いています。麻酔が効いているときは誤嚥の危険があります。ということで検査が終わってから約2時間は絶飲食とします。そして気管支鏡の挿入で嘔吐を誘発する場合があります。もし嘔吐が起こってしまって嘔吐物による誤嚥とか窒息などが起こってしまったら大変危険です。そうならないためにも検査前4時間ほどは絶飲食とします。なぜ4時間なのか、それは食後3時間ほどで食べ物は胃を通過するからです。ただ検査前4時間っていうのはですね、ちょっと文献によって違います。一応日本呼吸器学会っていうところのサイトでは4時間となっていました。続いては検査中咳などをすると気道損傷の危険があります。なので検査中は咳を我慢してもらいます。そして検査後の気胸とか出血の有無に気をつけます。特に生検の際には出血のリスクがあります。なのでアスピリンとかワルファリンなどの抗凝固薬とか抗血栓薬の内服の有無を確認しておきます。また検査前に鎮静薬を投与することがあります。これは麻酔と違ってうたた寝するような感じの薬です。解説パートも最後です。治療について見ていきましょう。ただ休憩したい方はここで休憩してもらって大丈夫ですからね。小細胞肺がんの治療、これはですね、早期であれば手術です。そしてある程度進行したら化学療法です。そして放射線を行うこともあります。また遠隔転移があれば化学療法です。ここでポイントなのは、小細胞がんは化学療法が効きやすいということです。ちなみに化学療法については過去に動画を出しています。続いて非小細胞肺がん、つまり腺がんとか扁平上皮がんとか大細胞がんのことです。これらはですね、早期であれば手術を行います。そしてある程度進行したらいろいろ組み合わせます。ということでここからは肺がんの手術と術後の看護について見ていきましょう。腫瘍を肺葉ごと切除します。肺葉についてさらっと復習です。肺には切れ目が入っています。この切れ目で分けられたエリアが肺葉です。右の肺には3つの肺葉があります。つまり3葉あります。それに対して左の肺は2つの肺葉があります。つまり2葉あるんですね。そして肺がんでは肺葉ごと切除します。
そしてどんな手術でも起こりうる術後合併症があります。それがこちらです。中でもですね、肺がんの術後で特に注意するのは無気肺です。無気肺とは何か。これは肺の中の空気量が減って肺胞がしぼんだ状態です。その要因はですね、気道に痰が貯留しました。すると肺胞に空気が来ません。ということで肺胞が虚脱、つまりしぼんでしまうんです。ではなぜ痰が貯留するのかって話ですよね。その主な要因が長時間の浅い呼吸です。全身麻酔では呼吸中枢の抑制とか呼吸筋の抑制が起こります。このままでは低酸素になって生命の危険となります。ということで気管挿管して人工呼吸器を装着します。ただこの気管挿管によって気道への刺激が起こります。すると痰が発生します。ではなぜそれがそのまま溜まり続けるのかって話ですね。手術するってことは痛いってことです。術後の痛みから咳や深い呼吸がしにくくなるんですね。すると痰が出しにくくなるんです。特に今回肺切除です。ってことは開胸術、つまり胸にメスを入れるんです。なので胸の痛みが強いですね。ってことは咳をするときはより痛いです。そういった理由から無気肺が起こるんです。ということで無気肺の予防が大事です。まず躁鬱痛に関しましては痛み止めを活用していきます。そして浅い呼吸というのは運動していけば深い呼吸になります。ということで早期離床を促します。また開胸術なので胸式呼吸がしにくくなります。よって術後は腹式呼吸を促します。また術後いきなり腹式呼吸を促すのではなくて、術前から腹式呼吸の練習を行います。そして肺がんの術後ならではの合併症があります。それが気胸とか皮下気腫です。これは術後胸腔ドレーンを挿入することが関係しています。ということでドレーンの話になります。まずドレーンというのは体の中から浸出液とか血液などを排出する管のことです。管のことですよ。そしてその管から浸出液、血液などを排出する行為をドレナージと言います。ドレーンにはいろんな種類あるんですけども、どんなドレーンでもバックは挿入部より下にします。この後やる胸腔ドレーンももちろん挿入部より下にします。そして今回のように肺の術後は胸腔ドレーンという特殊なドレーンを使うんです。なぜかと言いますと、胸腔内は陰圧です。なので胸腔ドレナージを行います。はい、意味がわかりませんね。胸腔とか陰圧とかなんやねんって話です。解剖整理に戻りましょう。人間の体には、もっと言うなら胴体には2つの空洞があります。1つ目が胸腔、2つ目が腹腔です。そして胸腔の中には肺とか心臓とかがあります。胸腔内に肺がありました。そんな肺を覆っている膜があります。肺を覆っている膜を胸膜と言います。拡大してみましょう。このようになっています。よく見ると2層になっています。胸膜は2層になっている。ここがポイントです。ここまで大丈夫でしょうか。そして胸腔というのは常に陰圧が働きます。陰圧というのはここでは引っ張る力やと思ってください。ちなみに陽圧っていう言葉もあります。陽圧というのは押す力です。なので胸腔内の陰圧によって肺を引っ張っています。さらにそんな肺を覆っている2層の膜が胸膜でした。それらを踏まえてこういうことが起きています。胸腔内の陰圧によって外側の胸膜が引っ張られます。すると内側の胸膜も引っ張られます。その結果肺が引っ張られます。こういうふうに連鎖しているんですね。中でも着目してほしいのはここです。外側の胸膜が引っ張られて内側の胸膜も引っ張られるというところですね。もし外側の胸膜に穴が開いたとします。
するとですね、胸膜内に空気が入ります。つまり外側の胸膜と内側の胸膜の間の空間に空気が入っていくんです。するとどうなるか、内側の胸膜が引っ張られなくなって、肺自体が引っ張られなくなります。その結果、肺が虚脱、つまり肺がしぼんでしまいます。そして肺の手術では胸膜をどうしても一時的にとはいえ切ってしまいます。そしてその時に肺が虚脱してしまうんです。そこで胸腔ドレーンの出番です。胸腔ドレナージで排液しながら肺を再び膨らませるんです。膨らませるためには胸腔ドレーンが空気を吸わないといけません。ということで胸腔ドレーンは吸引器に接続します。そして吸引圧はマイナス10から-15cmH2O 程度にします。とりあえずマイナス10から-15、ここをしっかり覚えておいてください。そんな胸腔ドレーンにはですね、他のドレーンと変わっていて3つの部屋があるんですね。まず1つ目の部屋、皆さんから見て一番右のところです。これは排液するための部屋です。排液ボトルと言います。続いて一番左の部屋です。これは吸引を調節する部屋です。そして真ん中の部屋、ここが最も重要です。水風室と言います。ただこの図ではちょっと分かりにくいので、より詳しく見ていきます。胸腔ドレーンは実際臨床で見るときはコンパクトになってるんですけども、構造としてはこういう風な構造をとっています。皆さんから見て右から排液ボトル、水風室、そして吸引圧制御ボトルです。ではまず水風室、ここにはですね、滅菌性聖水が入っています。なぜ入っているのか後ほど説明します。肺を膨らませるために空気を吸う必要がありますね。そんな空気は全ての部屋を通って吸引器に吸われます。ですがここで問題があります。空気というのは目に見えません。ってことはですよ、胸膜内の空気が本当に抜けているかがわからないんです。もっと言うなら、目的である肺がちゃんと膨らんでいるかはパッと見わからないですね。そこで水風室の出番です。水風室に滅菌性聖水がありました。この滅菌性聖水があることで空気を肉眼的に確認することができます。この排出された空気を気泡とかエアリークと言います。また水風室の管の中の水面はですね、よく見るとですね、呼吸運動で上下します。この青い矢印で示しているところ、よく見ると上下していますね。呼吸運動で上下するんです。こっからは異常編です。肺に穴が開くと常に空気が肺から胸膜に漏れてしまいます。こうなってしまったら肺を膨らませることができません。そして肺に穴が開いた状態、これを気胸と言います。気胸を起こすと常に空気が漏れているので、常に水風室に気泡が発生します。そして気胸などで常に空気が漏れると、もう一つ皮下気腫というのを起こします。皮下気腫とは何か、このドレーン挿入部ら辺を着目します。ここを拡大するとこのようになっています。ドレーンが皮膚を貫いています。このドレーン挿入部の皮膚の中に空気が入ってしまうんです。このドレーン挿入部の皮膚の中に空気を入ってしまった状態を皮下気腫と言います。気胸にしても皮下気腫にしても水風室に常に気泡が出現します。ということで水風室に常に気泡が出現したら医師に報告します。今日も内容てんこ盛りでした。ということで復習しておきましょう。小細胞肺がんの特徴はどれでしょうか？複数回答です。女性の肺がんの組織型で最も多い。早期から血痰などの症状が見られる。肺門部に後発する。喫煙との関連はない。化学療法が効きやすい。
それでは正解の発表です。正解は、早期から血痰などの症状が見られる、肺門部に後発する、化学療法が効きやすいでした。肺門部というのは肺の入り口あたりです。なので早期から症状が出やすいです。そして女性の肺がんの組織型は腺がんが最も多いです。小細胞肺がんは喫煙との関連が強いです。肺腺部のがんで起こりやすいのはどれでしょうか。複数回答です。賛同、上肢の浮腫、下肢のしびれ、眼瞼下垂。それでは答えの発表です。答えは、上肢の浮腫、眼瞼下垂でした。上肢の浮腫は上大静脈の圧迫で起こります。そして頸部にある交感神経を圧迫するので縮瞳とか眼瞼下垂が起こります。また腕神経層の圧迫で上肢のしびれが起こります。気管支鏡検査で正しいのはどれでしょうか。複数回答です。痛い時の合図を決めておく、検査24時間前から絶飲食する、検査24時間後まで絶飲食する、検査後の合併症に気胸などがある。それでは正解の発表です。正解は、痛い時の合図を決めておく、検査後の合併症に気胸などがあるでした。検査中は声を出せません。なので痛い時の合図とかを決めておきましょう。そして検査4時間前から絶飲食、検査2時間後まで絶飲食します。それではこの後国家試験問題です。覚えたことを思い出すことによってより知識は定着します。令和3年の男性の悪性新生物死亡数で最も多い部位はどれか。1肺、2胃、3肝、4大腸。それでは答えの発表です。答えは1番肺でした。男性の1位です。そして男女合計でも1位です。女性での1位は大腸です。喫煙年数の他に喫煙指数、ブリンクマン指数を決定するのはどれか。1、喫煙開始年齢。2、受動喫煙年数。3、家庭内の喫煙者数。4、1日の平均喫煙本数。それでは答えの発表です。答えは、4番、1日の平均喫煙本数でした。ブリンクマン指数は、喫煙年数 ×1日の平均喫煙本数です。400以上で肺がん危険群、600以上で肺がん高度危険群となります。ブリンクマン指数を算出するために喫煙年数の他に必要なのはどれか。1、喫煙開始年齢。2、受動喫煙年数。3、家庭内の喫煙者数。4、1日の平均喫煙本数。それでは答えの発表です。答えは、4番、1日の平均喫煙本数でした。1日の平均喫煙本数×喫煙年数。これが400以上で肺がん危険群です。そして600以上で肺がん高度危険群です。画像問題です。腹腔ドレーンの肺液バッグをベッド柵にかけた図を示す。正しいのはどれか。それでは答えの発表です。答えは2番でした。ポイントは肺液バッグがドレーン挿入部よりも低い位置であること。そしてドレーンチューブがねじれてないこと。そしてバッグが床にもついていないことです。よって2番が正解です。聴診時、呼吸音が消失している場合に考えられる病態はどれか。1、肺炎。2、肺水腫。3、肺梗塞。4、無気肺。それでは答えの発表です。答えは4番、無気肺でした。無気肺では呼吸音が消失します。また気胸も空気が入らず呼吸音が聞こえないです。無気肺は気道の閉塞によって肺胞がしぼんでいる病態です。肺炎、肺水腫、肺梗塞ではブクブクという水泡音が生じます。呼吸困難とはどれか。1、呼吸数の増加。
2. 息苦しさの自覚。 3. 動脈血酸素分圧 PaO2 の低下。 4. 経皮的動脈血酸素飽和度 SpO2 の低下。それでは答えの発表です。答えは2番、息苦しさの自覚でした。主観的な訴えなんですね。そして脈拍数の増加は頻脈の説明です。動脈血酸素分圧が60トール以下であれば呼吸不全となります。 SpO2 が 90% 以下なら低酸素血症です。喀血が起こる出血部位で正しいのはどれか。 1. 頭蓋内、 2. 気道、 3. 食道、 4. 胆道。それでは答えの発表です。答えは2番、気道でした。気道での出血が喀血です。食道での出血、もっと言うなら消化管での出血が吐血です。喀血の特徴はどれか。1、酸性である。2、泡沫状である。3、食物残渣を含む。4、コーヒー残作用である。それでは答えの発表です。答えは2番、泡沫状であるでした。喀血も吐血も口から血を出していることは一緒なんですけども、違いがあります。喀血は気道の出血です。吐血は消化管の出血です。喀血は気道の出血ですので空気が混ざります。なので泡沫状となります。そして胃で出血した場合は胃酸によって血液中のヘモグロビンが黒くなります。そのため胃で出血した時の吐血はコーヒー残作用となります。つまり黒いんですね。また胃酸は酸性ですので、胃で出血した時の吐血は酸性となっています。食物残渣を含む、これは胃で出血した時に起こりやすいです。日本における令和3年2021年の部位別に見た悪性新生物の死亡数で男性で最も多い部位はどれか。1、胃、2、肝及び肝内胆管、3、気管、気管支及び肺、4、結腸と直腸 S 状結腸移行部及び直腸。それでは答えの発表です。答えは3番、気管、気管支及び肺でした。男性で1位、そして男女の合計も1位です。そして4番、結腸と直腸 S 状結腸移行部及び直腸、要は大腸がんのことです。令和3年では女性の1位です。日本の令和3年の人口動態統計における悪性新生物に関する記述で正しいのはどれか。1、死因別順位は第2位である。2、年間死亡者数は約80万人である。3、部位別に見た年齢調整死亡率は男性では胃が最も高い。4、部位別に見た死亡者数は気管、気管支及び肺が最も多い。それでは答えの発表です。答えは4番、部位別に見た死亡者数は気管、気管支及び肺が最も多いでした。そして男性の死亡率でも部位別に見たら一番多いのはこの肺がんです。そして悪性新生物の死因別順位は1位です。亡くなった人の約 26% は悪性新生物で亡くなっています。そして悪性新生物で亡くなっている方は年間約38万人です。40万人近いです。胃がんに関しましては年々減少しています。胃がんの原因のほとんどはピロリ菌です。ですがピロリ菌の除菌が普及しているので胃がんはどんどん減っています。肺がんについて正しいのはどれか。1、腺がんは小細胞がんより多い。2、女性の肺がんは扁平上皮がんが多い。3、腺がんは肺門部の太い気管支に後発する。4、扁平上皮がんの主要マーカーとして CEA が用いられる。それでは答えの発表です。答えは1番、腺がんは小細胞がんより多いでした。腺がんは肺がんの中で一番多いです。そして女性の肺がんは腺がんが一番多いです。というのも腺がんは扁平上皮がんとかに比べて
血縁の影響がそこまで大きくないです。女性は男性に比べて血縁者数が少ないです。ということで、血縁の影響が大きくない洗顔が最も多くなるというわけです。肺門部は体の外側に近いです。そこにできるがんは扁平上皮がんが多いです。そして、CEA は洗顔の主要マーカーです。洗顔は体の内部のがんに多いです。ということは、体の内部のがんの主要マーカーには CEA が多いです。成人の呼吸運動で正しいのはどれか。1、胸腔内圧は吸気時に陽圧となる。2、呼吸筋は主に吸気に用いられる。3、腹式呼吸は胸式呼吸より呼吸容積が大きい。4、動脈血二酸化炭素分圧の低下は呼吸運動を促進する。それでは答えの発表です。答えは2番、呼吸筋は主に吸気に用いられるでした。安静時に息を吸うとき、横隔膜と外肋間筋の収縮が行われます。胸腔内圧は息を吸うときも吐くときも常に陰圧です。つまり常に吸い込んでいる状態です。腹式呼吸と胸式呼吸の呼吸容積に差はないです。動脈血酸素分圧の低下が呼吸運動を促進させます。画像問題です。自発呼吸時の胸腔内圧を示す曲線はどれか。それでは答えの発表です。答えは4番でした。胸腔内圧は常に陰圧です。つまり常に吸い込んでいる状態です。息を吸うとき、よりたくさんの空気を吸い込むので陰圧が強くなります。つまり、このグラフで言うとマイナスに大きくなるんです。そして息を吐くときは陰圧が弱くなります。呼吸困難を訴える患者で呼吸音に左右差を認める場合、可能性が高いのはどれか。1、肺気腫。2、自然気胸。3、間質性肺炎。4、気管支喘息。それでは答えの発表です。答えは2番、自然気胸でした。自然気胸は肺に穴が開いた状態です。片方だけのことがあります。原因としては外傷などがあります。肺気腫は肺胞の弾力性が低下した状態です。左右差はないです。間質性肺炎は肺胞と肺胞の間が硬くなる状態です。これも左右差はなく、バリバリという粘発音が聞こえます。気管支喘息は、気管支が炎症によって狭くなっている状態です。左右差はないです。そして、呼吸音聴診では、高い音が聞こえます。肺がんで正しいのはどれか。1、我が国では扁平上皮がんが最も多い。2、小細胞がんは抗がん薬の感受性が高い。3、喫煙との関連が最も強いのは洗顔である。4、喫煙指数が300以下では発生の危険性が高い。それでは答えの発表です。答えは2番、小細胞がんは抗がん薬の感受性が高いでした。なので、小細胞がんの治療は基本的に化学療法です。肺がんには小細胞肺がん、扁平上皮がん、腺がん、大細胞がんがあるんですけども、その中で腺がんが最も多いです。肺の入り口らへん、ここを肺門部というんですけども、そこに後発するがんは扁平上皮がん、小細胞がんです。そして、タバコの煙が肺の入り口らへんは必ず通ってしまいますので、扁平上皮がんとか小細胞肺がんが喫煙との関連最も強いです。喫煙指数が400以上で肺がん発生の危険性が高くなります。気管支胸検査を受ける成人患者への援助で正しいのはどれか。1、検査の予約の際に抗凝固薬の内服の有無を確認する。2、検査の1時間前から飲食しないように指導する。3、検査中の咳は我慢しなくて良いと指導する。4、検査後は肺気腫の症状に注意する。
それでは答えの発表です。答えは1番、検査の予約の際に抗凝固薬の内服の有無を確認するでした。気管支鏡検査では組織を採取することも多いです。その際に出血する恐れがあります。もし抗血小板薬とか抗凝固薬を内服している場合は出血が止まらなくなってしまいます。なので前もって内服を中止するように処方している医師と相談します。そして検査の4時間前から飲食しないように指導します。ただこれ文献によって違うので、僕は日本呼吸器学会の文献を参考にしています。検査中の咳はできるだけ我慢してもらいます。咳をすると気道を損傷してしまう危険があるからです。検査後の合併症に気胸とか出血などがあります。水風式持続吸引法による胸腔ドレナージについて正しいのはどれか。1、ドレーンの回路は開放式である。2、水風式の水面は呼吸に伴って上下に動く。3、吸引圧はマイナス50からマイナス100に調節する。4、ドレーンバッグは挿入部よりも高く設置する。それでは答えの発表です。答えは2番、水風式の水面は呼吸に伴って上下に動くでした。これはその通りです。そしてドレーンの回路は閉鎖式です。吸引圧はマイナス10cmH2O 程度です。ドレーンバッグは挿入部よりも低く設置します。これは胸腔ドレナージに限らず、いろんなドレナージは基本的にドレーンバッグ低く設置します。胸腔ドレーン挿入中の患者の看護で適切なのはどれか。1、ミルキングは禁忌である。2、持続的に陽圧となっているか観察する。3、ドレーンチューブに触れた後は手指衛生を行う。4、ドレーンバッグは挿入部より高い位置に設置する。それでは答えの発表です。答えは3番、ドレーンチューブに触れた後は手指衛生を行うでした。これはその通りです。そして胸腔というのは常に陰圧です。なので持続的に陰圧となっているか観察します。胸腔ドレーンも含めてドレーンバッグは挿入部よりも低い位置に設置します。胸水貯留時の胸腔ドレナージ法で正しいのはどれか。1、ドレナージ中は輸液を行わない。2、呼吸困難が消失するまでドレナージをする。3、胸腔ドレーンは水風にして管理する。4、ミルキングは禁忌である。それでは答えの発表です。答えは3番、胸腔ドレーンは水風にして管理するでした。いつまでドレナージするかは胸水の量などといった情報を統合して判断されます。そしてドレーン内の血液などが凝固して閉塞するなどを防ぐためにもミルキングを行います。画像問題です。 A さん、34歳男性は数日前から息苦しさを感じており、昨夜から胸痛と呼吸困難が増強したため午前2時に救急外来を受診した。来院時 A さんの意識は生命であり、呼吸数24回、脈拍96回正で、血圧132/86であった。 SpO292%。 来院時の胸部 X 線写真を別に示す。 A さんへの対応として適切なのはどれか。1、除細動の実施。2、気管支鏡検査の実施。3、胸腔ドレーンの留置。4、中心静脈カテーテルの留置。それでは答えの発表です。答えは3番、胸腔ドレーンの留置でした。 X 線写真で白く映るところはいろいろと考えられるんですけども、その代表的なものに水分があります。そして左の肺の下に水分があります。これは胸水なんです。そして胸痛と
呼吸困難が増強ってあることから、胸水貯留が考えられます。胸水貯留には胸腔ドレーンの留置で対応します。除細動は心室細動などで実施します。ただ脈拍がせいで、血圧もあんまり低くない、むしろどちらかというとちょっと高いことから心室細動は考えにくいです。気管支鏡検査の実施、これはがんの疑いがあるときに実施するんですけども、そういった情報はちょっと乏しいです。そして中心静脈カテーテルの留置、これは必要ないです。右肺腺部の肺がんの胸壁への浸潤による症状はどれか。1、賛同。2、高音障害。3、閉眼困難。4、上肢の疼痛。それでは答えの発表です。答えは、4番、上肢の疼痛でした。肺腺部というのは肺の上の方です。ということは、肩とかに近いんですね。がんが浸潤してしまうとですね、肩にある腕神経叢という神経の集まりを圧迫してしまいます。すると、上肢の疼痛とか痺れ、運動麻痺を起こします。また、そこには交感神経も通っています。交感神経をがんが圧迫してしまうと、縮瞳とか眼瞼下垂などを起こしてしまいます。そして、がんの浸潤で反回神経を圧迫すると左性を起こします。そして、縮瞳を圧迫すると嚥下困難などを起こします。水風式持続吸引法による胸腔ドレナージについて正しいのはどれか。1、ドレーンの回路は開放式である。2、水風式の水面は呼吸に伴って上下に動く。3、吸引圧はマイナス50からマイナス100に調節する。4、ドレーンバッグは挿入部よりも高く設置する。それでは答えの発表です。答えは、2番、水風式の水面は呼吸に伴って上下に動くでした。これはその通りです。そして、ドレーンの回路は閉鎖式です。吸引圧はマイナス10cmH2O 程度です。ドレーンバッグは挿入部よりも低く設置します。これは胸腔ドレナージに限らず、いろんなドレナージは基本的にドレーンバッグ低く設置します。肺がんで射切開による右上葉切除、リンパ節覚醒術後1日、呼吸数20回、SPO290%、手気管支で痰の貯留音を聴取した。患者に促すのはどれか。1、胸式の深呼吸をする。2、口すぼめ呼吸をする。3、装部を抑えて外装する。4、浅く短い外装を繰り返す。それでは答えの発表です。答えは、3番、装部を抑えて外装するでした。外装するときに痛みを和らげる方法がこれです。ただ、痛み止めを活用してもう少ししっかり咳してもらう方がいいです。浅く短い外装を繰り返すと、痰がうまく出し切れず、無気配のリスクが高まります。そして、右上葉切除ということは、胸のあたりに傷があります。なので、装部のある胸式呼吸よりも腹式呼吸を促します。口すぼめ呼吸というのは COPD の患者に適した呼吸法です。胸水貯留時の胸腔ドレナージ法で正しいのはどれか。1、ドレナージ中は輸液を行わない。2、呼吸困難が消失するまでドレナージをする。3、胸腔ドレーンは水風にして管理する。4、ミルキングは禁忌である。それでは答えの発表です。答えは、3番、胸腔ドレーンは水風にして管理するでした。いつまでドレナージするかは、胸水の量などといった情報を統合して判断されます。そして、ドレーン内の血液などが凝固して閉塞するなどを防ぐためにも、ミルキングを行います。気管支鏡検査で正しいのはどれか。1、
検査前、禁食の必要はない。2、体位は左側外にする。3、挿入時に息を止めるよう指示する。4、苦痛時の合図を決めておく。それでは答えの発表です。答えは、4番、苦痛時の合図を決めておくでした。気管支鏡の挿入中は患者は声を出すことができません。なので手を上げるなど苦痛時の合図をあらかじめ決めておく必要があります。検査4時間ほど前から絶飲食とします。というのも、検査前にご飯を食べてしまうと、検査中に嘔吐反射を誘発して嘔吐物が誤嚥とか窒息を起こしてしまう危険があるからです。体は行外です。挿入時は息を吸ってもらいます。もし息を止めてしまうと、声帯が閉じてしまって気管支鏡が通れなくなります。小細胞がんで正しいのはどれか。1、患者数は非小細胞がんより多い。2、肺末梢側に発生しやすい。3、悪性度の低いがんである。4、治療は化学療法を行う。それでは答えの発表です。答えは、4番、治療は化学療法を行うでした。そして、小細胞がんは肺門部に後発します。これは肺の中枢側です。そして、悪性度が高くて転移も早いです。肺がんには小細胞がん以外に非小細胞がんと呼ばれる扁平上皮がん、腺がん、大細胞がんがあります。その中で腺がんが最も患者数が多いです。また、非小細胞肺がんの治療としましては、早期では手術療法なんですけども、進行していたら、手術療法、放射線療法、化学療法などを組み合わせます。気管支の構造で正しいのはどれか。1、左肺には3本の陽気管支がある。2、右気管支は左気管支よりも長い。3、右気管支は左気管支よりも直径が大きい。4、右気管支は左気管支よりも分岐角度が大きい。それでは答えの発表です。答えは、3番、右気管支は左気管支よりも直径が大きいでした。ポイントは、左の肺には心臓があるということです。心臓があることによって左気管支の直径は小さくなります。つまり、中が狭いんです。そして、左肺は上葉と下葉の2葉です。よって、陽気管支も2本となっています。左気管支は右よりも長いです。そして、右気管支は左気管支よりも分岐角度が小さいです。気管支鏡検査で正しいのはどれか。1、検査の1時間前まで飲食できる。2、検査中会話はできる。3、検査中義肢は装着したままで良い。4、検査後2時間は絶飲食とする。それでは答えの発表です。答えは、4番、検査後2時間は絶飲食とするでした。検査前に咽頭部に局所麻酔薬を噴射します。そしてその麻酔は検査後も効いています。ということで、検査後2時間は絶飲食とします。嘔吐反射誘発による誤嚥とか窒息予防のためにも、検査4時間前までは絶飲食とします。検査中は会話できません。なので手を挙げるなど苦しい時の合図を事前に決めておきます。検査中義肢は外しておきます。気管支鏡検査で正しいのはどれか。1、検査の4時間前まで飲水は可能である。2、咽喉頭麻酔は上部消化管内視鏡と同様に行う。3、前頭薬として鎮外薬を投与する。4、検査中に問題がなければ合併症の発症はない。それでは答えの発表です。答えは、1番、検査の4時間前まで飲水は可能であるでした。ちょっとこれ言い方いやらしいですね。検査4時間前から絶飲食ってことなんです。いやらしい言い方ですね。そして、咽喉頭麻酔薬、気管支鏡検査では、麻酔薬の吸入噴霧を行います。それに対して、上部消化管内視鏡検査、つまり胃カメラです。これは、麻酔薬の氷を
口に含んでもらって飲み込まずに口の中で溶かしてもらうんです。なので方法違いますね。そして検査中咳をしてはいけないんですけども、前頭薬に鎮外薬を投与することはないんですね。鎮静薬であれば投与する場合があります。鎮静薬っていうのは軽くうたた寝状態にすることです。そして検査中に問題がなければ合併症の発症はないっていうのは間違いです。合併症の危険もあります。具体的には気道の出血、気胸、呼吸困難とかです。気胸について正しいのはどれか。 1. 外傷は原因の一つである。 2. 自然気胸は若い女性に多い。 3. 原因となるブラは肺底部に多い。 4. 治療として人工呼吸器による陽圧換気が行われる。それでは答えの発表です。答えは1番、外傷は原因の一つであるでした。気胸というのは肺に穴が開きます。すると肺からその外側の胸膜とか胸腔に空気が漏れた状態です。外傷が起こると折れた肋骨が肺に刺さります。すると肺に穴が開きます。自然気胸は若い男性、特に長身で痩せ型の男性に起こりやすいです。原因となるブラは肺腺部、つまり肺の上の方に多いです。治療としては胸腔ドレナージなどを行います。術後合併症で術前の喫煙と最も関連が強いのはどれか。 1. 尿閉、 2. 腸閉塞、 3. 手術部位感染、 4. ダンピング症候群。それでは答えの発表です。答えは3番手術部位感染でした。喫煙は血流障害を起こしやすいです。なので関連が強いです。血流障害があると感染のある部位に白血球が駆けつけにくくなるからです。他にも喫煙は無気肺や肺炎と関連が強いです。直腸や前立腺や子宮の大掛かりな手術では排尿を促す骨盤神経を損傷してしまう可能性があります。そうなると尿閉などといった排尿障害を起こします。腸閉塞は腸の手術などで起こる危険があります。ダンピング症候群は胃全摘出術で起こります。あまり消化されていない食べ物が小腸に一気に流れることで起こります。肺と気管について正しいのはどれか。 1. 気管支動脈は肺循環に属する。 2. 気管軟骨は気管の肺面に存在する。 3. 左肺は上葉中葉および下葉に分かれている。 4. 酸素飽和度は肺動脈の血液よりも肺静脈の血液が高い。それでは答えの発表です。答えは4番酸素飽和度は肺動脈の血液よりも肺静脈の血液が高いでした。肺動脈はガス交換前です。なので酸素が少ないんです。そして肺静脈になると酸素が多くなるんです。気管支動脈というのは肺の栄養を送る血管です。これは肺循環には属しないんです。肺循環に属するのは肺動脈とか肺静脈です。気管軟骨、これは気管の肺面には食道があるので存在しないです。左の肺は心臓がある影響で2葉になっています。つまり上葉と下葉のみです。ちなみに右の肺は上葉、中葉および下葉に分かれています。つまり3葉なんです。開胸手術後の胸腔ドレナージの管理で正しいのはどれか。 1. 水風室には滅菌生成水を入れる。 2. 吸引圧は 20cmH2O 以上とする。 3. 水風室水面が動かないことを確認する。 4. 肺液ボトル内の水面はチューブ挿入部と同じ高さに保つ。それでは答えの発表です。答えは1番水風室には滅菌生成水を入れるでした。そして吸引圧はマイナス10からマイナス15センチメートル H2O 程度とします。マイナスをつけないといけませんね。そして水風室の水面が呼吸に合わせて動いていることを確認するんです。動かなかったら何かしらの異常があります。
そして排液ボトル内の水面はチューブ挿入部よりも低く保ちます。胸腔ドレーン挿入中の患者の看護で適切なのはどれか。 1. ミルキングは禁忌である。 2. 持続的に陽圧となっているか観察する。 3. ドレーンチューブに触れた後は手指衛生を行う。 4. ドレーンバッグは挿入部より高い位置に設置する。それでは答えの発表です。答えは3番、ドレーンチューブに触れた後は手指衛生を行うでした。これはその通りです。そして胸腔というのは常に陰圧です。なので持続的に陰圧となっているか観察します。胸腔ドレーンも含めてドレーンバッグは挿入部よりも低い位置に設置します。健康増進法に基づき実施されるのはどれか。 1. 受領行動調査。 2. 特定保健指導。 3. アレルギー疾患対策。 4. 受動喫煙の防止対策。それでは答えの発表です。答えは4番、受動喫煙の防止対策でした。健康増進法は特にがんの予防などに重点を置いています。喫煙はがんの主な原因です。なので受動喫煙の防止対策を定めています。特定保健指導は高齢者医療確保法で規定されています。 DV 防止法に規定されているのはどれか。 1. 不妊手術。 2. 子宮がん検診。 3. 母子健康手帳の交付。 4. 暴力被害女性の保護。それでは答えの発表です。答えは4番、暴力被害女性の保護でした。不妊手術を規定しているのは母体保護法です。子宮がん検診などのこの検査の件に診断の診のこの検診、基本的に健康増進法が規定していることが多いです。母子健康手帳の交付は母子保健法が規定しています。 A さん、43歳男性会社員は1ヶ月前に右頸部の腫瘤に気づき、自宅近くの診療所を受診し大学病院を紹介された。検査の結果、 A さんは非保持筋リンパ腫と診断され、重核リンパ節腫大による上大静脈の圧迫も確認され、化学療法導入のため入院した。 A さんは悪性リンパ腫と言われた時にはショックだったけど、化学療法は有効であると聞いて頑張ろうと思っていると話す。入院時、 A さんは体温 37.5 度、呼吸数18回、脈拍84回、血圧124/64であった。血液検査データは赤血球302万、ヘモグロビン 10.3、 白血球6400、総タンパク 7.6 であった。入院当日、 A さんは看護師に、最近なんとなく手がむくんでいるような気がするという。 A さんの手のむくみの原因として可能性が高いのはどれか。 1. 発熱。 2. 貧血。 3. 低タンパク血症。 4. 上大静脈の圧迫。それでは答えの発表です。答えは4番、上大静脈の圧迫でした。上大静脈が圧迫されることで静脈が渋滞して血小が血管外に出ていきます。つまり毛細血管内圧の上昇が起きているんです。発熱貧血は浮腫と関係ないです。低タンパク血症では確かに浮腫は起こるんですけども、この人の場合タンパク質正常です。また低タンパク血症で起こる浮腫の場合は全身性の浮腫となります。 A さん、65歳男性は右下葉の肺がん T3N2M0 と診断され、抗がん化学療法シスプラチン、エトポシド、ワンクール4日間を4クール行うことになった。入院時の A さんは体温 36.2 度、呼吸数18回、脈拍72回、血圧124/74であった。 SpO2 は 98% で外装が時々見られるが、痰の隔出はなく、胸部の聴診にて複雑音はない。 A さんの血液検査の結果は白血球5600、アルブミン 3.7、 CRP0.3 であった。 A さんは20歳の頃から毎日20本のタバコを吸っていたが、60歳の時に禁煙した。 A さんの入院時の状態で正しいのはどれか。1.
喫煙指数、ブリンクマン指数は60である。2、肺炎の兆候が見られる。3、低栄養の可能性がある。4、リンパ節転移がある。それでは答えの発表です。答えは、4番、リンパ節転移があるでした。T3、N2、M0 となっています。その中の N2 というのはですね、リンパ節転移を表しています。N が1以上であれば、リンパ節転移が起こっています。ブリンクマン指数の計算の仕方はですね、1日の喫煙本数×喫煙年数です。毎日20本を20歳から60歳の時まで吸っていました。ってことは40年です。20本×40年で、ブリンクマン指数は800となります。A さんは体温が 36.2 度、 SPO298%、 痰の角質はなくて呼吸複雑音もない、そして CRP も 0.3 と正常です。これらから肺炎は考えにくいです。そしてアルブミンが 3.0 付近であれば低栄養の可能性があります。例えば 3.1 とか 3.2 とか 2.8 とかですね。ですが A さんの場合はアルブミン 3.7 なので考えにくいです。A さん58歳男性、建築作業員。趣味はジョギングで毎日5キロを走っている。55歳の時に肺気腫を指摘されている。1ヶ月前から外装が続いて止まらないため、自宅近くの病院を受診した。胸部 X 線撮影で異常陰影が認められ、精密検査の結果、右下葉に肺がんが見つかり、標準開胸右下葉切除術が予定された。20歳から喫煙歴があり、肺気腫を指摘されるまで1日40本程度吸っていた。手術は無事終了し、胸腔ドレーンが挿入されたが、水風ドレナージのみで、持続吸引は行われていない。術直後、胸腔ドレーンの先端から、小生地にエアリークが認められた。ドレーン挿入部と、接続部等を確認したが異常はなかった。医師は、再手術は経過を見て判断すると言っている。看護師の対応として適切なのはどれか。1、水平行外にする。2、肩関節の運動を促す。3、ドレーンをクランプする。4、皮下機種の出現に注意する。それでは答えの発表です。答えは、4番、皮下機種の出現に注意するでした。胸腔ドレーンでは挿入されているドレーンの周囲の隙間から皮下に空気が入ってしまうことがあります。そして、その合併症として皮下機種の出現があります。呼吸区ではファーライや材の方が呼吸しやすくなります。そして、術後すぐドレーンをクランプするとドレナージの効果が失われてしまいます。術後2日、硬膜外持続鎮痛法が行われているが、 A さんは外装時や帯同時に苦痛表情をしている。看護師の対応として適切なのはどれか。1、帯同を少なくするように指導する。2、装部のガーゼの上から温按法を行う。3、鎮痛薬の追加使用について医師と検討する。4、胸腔ドレーンの吸引圧について医師と検討する。それでは答えの発表です。答えは、3番、鎮痛薬の追加使用について医師と検討するでした。これは術後看護の定番中の定番中の定番の問題です。そして臨床でもめちゃくちゃ大事です。ということは国家試験に問われる可能性も非常に高いです。術後に痛みがあると呼吸が浅くなります。すると痰が出しにくくなります。その結果無気肺とか肺炎などといった呼吸器合併症の危険があります。また痛みから離床ができなくなると深部静脈血栓症とかイレウスなど様々な術後合併症が起こりやすいです。なので鎮痛薬などで鎮痛を積極的に行います。そして離床を促していきます。また離床が難しくてもできるだけ帯同をして術後合併症を予防していきます。装部の痛みがあれば
応安保ではなく霊安保を行います。エアリークは自然に消失し、経過は良好であるため退院予定となった。帯同時の痛みは持続しているが ADL に支障はない。 A さんへの退院時の生活指導として適切なのはどれか。 1. 傷の痛みはすぐに良くなりますので心配ありません。 2. リハビリテーションはジョギングから始めましょう。 3. 外出時はマスクを使用してください。 4. 退院後 2,3 日から入院前と同じ仕事をしても大丈夫です。それでは答えの発表です。答えは3番、外出時はマスクを使用してくださいでした。感染予防としてマスクが必要です。傷の痛みは個人差あります。ジョギングや入院前と同じ仕事は体への負担が大きいです。45歳の女性、2ヶ月前から外装と核炭とが出現した。最近倦怠感も強くなったため受診した。胸部 X 線写真で左肺上葉に異常陰影を認め、精査と治療等を目的に入院した。経気管支肺生検 TBLB が予定された。肺生検前の説明で適切なのはどれか。 1. 検査前日の夜9時以降は飲水できません。 2. 気管支鏡を入れるときは息を止めてください。 3. 苦しいときは手を挙げて合図してください。 4. 検査後には積極的に咳をして痰を出してください。それでは答えの発表です。答えは3番、苦しい時は手を挙げて合図してくださいでした。気管支鏡を挿入していると声を出すことができません。なので苦しい時の合図を決めておきます。そして気管支鏡挿入の際にオート反射を誘発する恐れがあります。嘔吐物の誤嚥や窒息を防ぐためにも検査4時間前から絶飲食とします。気管支鏡を挿入するときは息を吸ってもらいます。もし息を止めてしまうと声帯が閉じてしまって気管支鏡が通れないからです。検査後は咽頭部に麻酔が残っています。なので積極的に痰を出すのは難しいです。左肺上葉切除術後2日目、右肺下葉で呼吸音が聴取されない。体温 37.4 度、呼吸は線表性で25回、血圧 164-96、 鼻カニューレで3リットルの酸素吸入を行い、 SpO2 86%、 胸腔ドレーンはマイナス10センチ H2O で低圧持続吸引している。痰が絡んでいるため隔出を促したが痛くてそれどころではないと顔をしかめた。対応で最も適切なのはどれか。 1. 酸素投与量を増やす。 2. 巨炭薬の吸入を行う。 3. 気管支鏡による気管内吸引の準備をする。 4. 胸腔ドレーン吸引圧を上げる。それでは答えの発表です。答えは3番、気管支鏡による気管内吸引の準備をするでした。 SPO2 が 86% に低下している状況です。なので、痰の隔出のため、気管支鏡による気管内吸引を行います。そして、その後可能であれば、離床などを促していきます。今回の問題は痰の貯留です。酸素投与量を増やしてもあまり意味がないです。そして、巨炭薬の吸入も大事なんですけども、まずは吸引が優先されます。胸腔ドレーンの吸引圧を上げることはあまり関係ないです。また、吸引圧を上げるのは、医師の指示が必要です。 A さん、74歳女性は右肺腺部がんと診断され、外科的治療は困難で外来で抗がん化学療法を実施していた。半年後、胸壁への浸潤が進行したため抗がん化学療法目的で入院した。 A さんは5年前に夫を亡くしてからは一人暮らしをしており、入院前は近所に住む A さんの娘が毎日訪問していた。A さんは抗がん化学療法を開始したが、副作用が強かったため、治療をやめて家で過ごしたいと希望し退院した。退院後3日、訪問看護が開始された。訪問看護師が今後注意すべき A さんの症状はどれか。1. 高温障害。 2. 聴力の低下。 3. 肩麻痺の出現。 4. 上肢の強い痛み。それでは答えの発表です。答えは4番、
上肢の強い痛みでした。肩の部分にある腕神経叢という神経の集まりがあります。そこをがんが圧迫すると右上肢の疼痛とか麻痺とかしびれを起こしてしまいます。なので、がんの進行の兆候のためにも上肢の強い痛みに注意する必要があります。また、反回神経圧迫による左性とか食道への圧迫による嚥下困難などにも注意します。ということで本日の動画は以上となります。動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、友達や後輩への紹介お願いします。 X、旧 Twitter や Instagram では毎日国試問題を出題しております。概要欄からフォローの方お願いします。肺がんの問題は気管支鏡、胸腔ドレナージ、そして各組織型の特徴、この3つがよく問われます。この3つは特に押さえておきましょう。それでは今日も見ていただきありがとうございました。